花園大学食堂にある五冠の下、教育現場でも使われている五冠の下は、主に全宗において、食事の前に唱えられる、下文。当代の南三立州の僧、道信が表した、四分立行事書中の漢文を、僧代に皇帝権が相族のため訳したもの。道元の著作、不条判法における引用によって、日本で広く知られるようになった。 僧侶の食事作法の一つだが、道徳的普遍性の高い文章であるため全員に、限らず多くの分野で引用されている。五漢文、食事五漢文、食事訓とも。宗派によって、気分の読み下しに、若干の移動があり、臨在宗、大爆宗では三句目を、三つには心を防ぎ、がんとうを、リルルを胸とすと唱える。んとうとは三種の煩悩である、 地のいわゆる三毒を指す。これらは、それぞれ、貪欲、怒りや、憎しみ、無知や、愚かさを意味し、職においてはいたずらに微食や暴食する、貪欲、職に、嫌悪や不満を発する強量職の意義や作法をわきまえない具合を今占める。数多くの解釈があるが、総当州の公式な資料としては、総当収集無長教家部官公、 相当集青年聖典の解説、また成立の経緯や、気分の意図を平易に説明した江戸中期の、面山随法著、住職五官訓猛等がある。なお、道元の師匠筋にあたる英才の表した、出家太鼓正治二年には別バージョンの五官の下の、記載がある。ありがとうございます。